どうも、学習塾一期ゆ4号です。よろしくお願いします。今回の問題は、こちら、整形班以外の問題なので、整形選択なら飛ばしましょう。それ以外の人は、一時停止をして、やってみてください。では、正解です。正解は、6です。じゃあ、確認をします。今回は、日本の思想家の話です。現社の問題なら、基本キーワードで得点していきます。まず、A ですが、A は純粋経験がキーワードです。これを見たら、西田喜多郎だと思ってください。西田は、別の年にも出てましたね。禅の研究という西田の著作も、西田ワードとして押さえましょう。次に、B ですが、内発的開花とか、自己本位がキーワードなのは、夏目漱石です。夏目は、明治時代の文明開化は、外国の圧力があっての開化だから、外発的だとして批判し、内発的なものが必要だと言いました。そして、他人に依存しない自己本位の立場を取ります。また夏目は、即転居士の考えだったことも、知っておきましょう。で、最後 C ですが、東洋道徳、西洋芸術というキーワードから、佐久間昭山ですね。ここの芸術というのは、アートというより、科学技術、テクノロジーのことです。ということで、A が西田、B が夏目、C が佐久間なので、6が正解となります。話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。